おはようございます増田敏夫でござざいいまますす増田で今日はですね、えー、アメリカと日本のこの民主主義の大きな違いということについてお話ししようと思うんですが、えー、実は手前味噌になりますけども1960年 50年代なんですけどちょっと日にち忘れましたけどもえ日本の横須賀の方の大学にご招待されましてその大学のですねえ確か50周年記念えということで話をしてくれということになってまあしたわけなんですがえーこの時ですねえまあ妊娠 日本は民主主義の戦後のいわゆるモデルだと言われた頃なんですけどもお、まあ、よくよく <laughs> 中身を見てみるとですね、えー、およそお民主主義というようなものではない見た目は民主主義なんですが中身に入ってみるとですね、えー、社会主義じゃないかというような部分がいろいろありましたんで。 えーまあ、私なりにですね、えー、感じたことを、まあ、<coughs> この大学の記念すべき時ですね、えー、記念講演会っていうのがあったんですそこでまあ,あお話をしたんですその時はですね何を話したかっていうと当時すなわち1996年、えー、あるいは97年代ですかね、えー、この頃はですね 日本にアカウンタビリティという言葉がなかったんですよ、まあ、今では説明責任というふうに訳されて、えー、二言目には説明がないじゃないかとかってですね <laughs> 説明責任を、えー、強く問われると <laughs> いう時代なんですが、まあ、当時はですね、えー、この説明責任というのがですね 民主主義の一つの義務だという感覚はなかったんですね。えー、まあじゃあそれからですねだんだんと説明責任というのが日本に普及してですね今や猫も借子も説明責任というふうになってますが、うんえー、しかしながらあー、まあ、そういう面もあるんですね説明をしろ説明をしろという説明責任だと。 いうことはですね確かに起こってるんですが肝心要のですねこのコンフリクト・オブ・インタレストというですね、まあ、説明、えー、責任、えー、と同じくですね、えー、民主主義の、まあ、基本的なあこの概念なんですがコンフリクト・オブ・インタレスト、えー、これはですね、えー、利害相反するもの これはですね、競合したり手を結んだりですね言、えー、わんやですね、えー、利害あり反するものがです、ね、同時に同じ会社の役員、えー、になるなんていうのはですねこれはもう犯罪に匹敵するというこれはまあアメリカのみならずヨーロッパあ民主主義国家ではですね。 ごく当たり前の常識になってるわけですねこれはまあコンフリクト・オブ・インタレスト利害相反する関係とということなんです、ねえー、まあ,あさっき言いましたようにアカウンタビリティというのは日本で、えー、よく流行ってき、えー、たわけなんですがコン,フリコンフリクト・オブ・インタレストと,というのはですねもちろん、えー、大学でも教えてますし えー、コンフリクト・ブ・インタレストは何かということもですね、えー、みんなよく承知してるわけなんですが今、えーまあ、現在の日本の経済を見ても政治を見てもですねおよそおこの民主主義の原則コンフリクト・ブ・インタレストは実行されてないというのが現状なんですね。ど、えー、どういうういいいこことかととととかますの、まあの国にとってもお金というのは 非常に大事です、ね、生活をしていく上にもお金は大事ですし会社もお金が大事ですし社会そのものがですねお金というものが非常に大事なんですね、えー、お金についてはですね日本の場合は日銀が、うん、円の発行権を持ってるわけですね従、えー、って、えー、円を発行するものが債権者と。 そして円を通貨を使うもの政府ですねこれが債務者というこういうですね債権者と債務者えお金というものに関してですね、えー、中央銀行日銀とですね政府はあ債権者と債務者の関係だから利害が相反するわけですね、えー、それからさらに細かく言うならば日銀とおいろいろ支中の銀行がありますね えー、三井銀行であるとか三菱 UFA であるとか、まあ、地方銀行を含めてですね、えー、日本には民間の銀行があるわけですこの銀行はですね日銀からお金を借りてですね運営しているわけですねですから銀行市中銀行と日銀中央銀行とはこれ貸借関係ですね貸し借りの関係があるわけです、ねえー、ところがですね、えー、まあ,あなぜか ということの話は別にしまして、現実に何が起こっているかというお話をしますとね、アメリカでは到底ありえない話なんですが、えー、そのありえないことが普通に起こって、誰も疑問が持たないということがあるんですよ。今の日本の銀行、市中銀行のですね、大株主、筆頭株主は誰かっていうと、ほとんどが日銀が筆頭株主になってるんですよ。つまり、うん 債務者ですね日本の諸々の民間銀行というのは日銀にとってはですね債務者なんです債権者がですね債務者のですね大株主であるなんてことはもうアメリカじゃこれは犯罪行為だと言われるそういうことなんです。 しかしながら日銀がですねえ三菱その他の銀行の株を持っていてみんな誰一人として驚かないんですね。あっそう日銀が執刀株主なのへえで終わりなんですよ。これはもう、あのー、コンフリクト・オブ・インタレストということは大学でもどこでもかしこでもですねよく勉強されて試験にも出てちゃんとそのことについて答えているわけですからあ皆さんですね、えー、ご存知なんですよ。 ご存知でであるにもかかわらずですね、日銀が市中銀行の筆頭株主になってえっ、ー、つって驚く人は日本どこ探してもただの1人もいないでしょうね、うん、だからおかしいというのはもう通り越してですね、えー、おかしなことが常識になってるということなんですよ。何の疑問の余地もないということなんですよ。 まあこれをですねこ,れをこのことをかもうあの日銀と市中銀行との関係のみならずですねもうありとあらゆるところにですねこのコンフリクト・インタレストという原則が破られているわけなんですよ。そしてえ何の苦痛もないし何の疑問もないしですね何の抵抗もないというえこれが日本なんですね。あの欧米でではありえない話です しかしながら日本という国は台湾と並んでですねアジアの民主主義のですね、モデル国なんですよ。もう日本ぐらい民主的なですね、民主国家はないということで戦後の民主主義のモデル国家これが日本なんですよ。おーそまあまあ確かに普通選挙が行われて国会があって三権分立があってですね えー、そして総理大臣がいてその上に天皇陛下天皇陛下は政治経済に関,する関してですね何の権限,権限もないあいわば象徴なんですけどもおそういう立憲君主国家はですねもう世界に <laughs> ですね、えー、代表的な立憲、えー、君主民主国家なんですよ。 ところが中身は今言ったようにですね何一つ民主主義の原則が守られてないし守る守らないという感覚すらないというですね、えー、のが現実なんですよで。なんで私がそういうことを言うかというとですね <laughs>、えー、岸田総理が就任早々新しい資本主義という言葉を使いましたねそして分配が大事だということを言われたわけなんですが。<laughs> 成長なくして分配ないんですがしかしながらこの資本主義新しい資本主義は分配を中心としなければならない分配が先だとこう言われたわけなんですね。 これもアメリカに言わせると共産主義者、社会主義者だということになるんですがしかしながら日本でですねえ岸田総理を共産主義者、社会主義者と呼ぶ人はただの1人もいませんよね。しかしえ考えていらっしゃることやろうとしていることはどう考えても社会主義者なんですね社会主義なんですね。 えこういういうにですね、今日何の話をしようかと思ってますと日本は間違いなく世界中から認められたあ民主国家だとしかしながらあ中身は社 <laughs> 会主義国家と呼んだ方がふさわしいんではないかというそういうこれが日本だとだから悪いっていうんでもいいっていうんじゃないんですよおーそうだということなんですよ。 それで通ってるわけだし、それで国民も世界で一番幸せだと言われてるんですからあ別に何ら問題ないわけですが、えー、よその国と比べるとこうなんだということをですね一つ認識していただければあいいのではないかなと思っております。